回のゲストは作家で評論家の中森明夫先生です。前回お越しいただいた際には、中森先生が上司された寂しさの力を紐解きながら、人間について回る運命や宿命的なものとは何か、それを知ろうとする努力不足に陥っている現代人の問題点から、若者たちの恋愛事情まで語っていただきました。サブカルチャーと言われる若者文化にも明るい中森先生が、世の中の変化が目まぐるしい中で非常に面白い現代若者論を繰り広げてくれることと存じます。それでは先生方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしく。何か中森さんに質問です。はい、先生方は、選挙には真面目に行かれていらっしゃいますか？僕も入ってるの？はい、入ってます。僕はほとんど行きませんね。一回ちょっと行ったことあるか、任させて行ったことがあるかぐらいで、父親があって、最初にね、投票所に来た時にね、独房に入れられてたんですよ。で、独房から投票するのを屈辱と感じて、ね、拒否したの。その後住所不定になって投票所に来なかったの、10年ぐらい。不定っていうか移動しすぎてね、そのうちに習慣性になっちゃってね、小さい声で投票したことはない一度も。ですか？問題児ですけどね。皆さん僕の真似はしないで、国家が崩壊します。18歳に投票年齢下げたんですってね、あなたの寂しさの力っていうのは本当にいい本で、18ぐらいの寂しい若者たちが寂しさの力で、力で投票してくれるんですかね。実際今でもね、投票率っていうのは10代とか若者とかが低いんですよ。18歳になったってことで、盛んにそのニュース番組なんかで18歳選挙若者たちっていうような特集番組をしてるんですけども、僕はどうか疑問を感じますね。僕だってね、選挙行かないことがいいとは全然思わないんですよ。たまたま行かなかっただけなんですけど、それである時90年代かな、雑誌のそれこそサブカルチャー的な企画でこういう企画をやったんですね。僕はもう政治的信条はないんだけど、よく考えてみたらずっと選挙行ってないから、自分はもうね、これ日本危険党の党員だと日本危険党っていう危険する人たちの党があるわけですね。そうすると、だいたい投票率 50%、60% と 40% が危険党ですよ。でその残りを規制政党が分けてるから、一番最大与党なんですよ、危険党が。僕の持論なのは、前にできた普通投票 権利っていうでしょ、じゃあ権利とは何かって言ったらね、自由にやってもいいよってことなんていうことは、棄権してもいいよってことなんですよね。権利に対して義務、一応無と書くよ、投票無でしたらね、義務ですから、義務を果たさない人間にはね、僕のようなフラチなやつには罰金を取るとか、それをさらに繰り返すやつには牢獄に入れるとか、実は法律上のオーストラリアとイタリア、僕の古い知識ですけど、憲法で投票は国民の義務であると、これ義務だったらね、行くんじゃないかなと思うところもある。それから憲法の第何条でしたっけね、投票した人間がその責任を問われないっていう条項があるんですよ、何条かは。僕は憲法ってすごいなと思いました。普通よくね、ある政権が何かしでかした時に、それは投票したやつがどうだって言うじゃないですか。ところがそれは免責されたりするんですよね。それだけじゃなくてね、本当に投票はね、もう18歳から自社に人をがっかりさせるわけじゃないけれども、小さな会社の投票でしたらね、自分の一票で誰かね、係長から部長になったり、でもね、大規模投票でしょ、千単位はおろか、何十万単位でしょ、自分の一票で候補者、どっちかが受かってどっちかが落ちるなんて可能性はね、ゼロではないけど、確率統計的に言って投票所に足を運ぶ確率よりか小さいんですよ、結論はこうなんですよ。投票権
正直言うとね、そんなものは枯れ葉の重みほどもないのだが、ところがね、大規模投票のあれで塵も積もれば山となって重さが出て、うんうん、あなたが受かりこちらが落ちると、こうなるもんだと、うん、一応憲法で書かなくてもいいんですよ、はい、解釈としてね、うん、というふうに考えるから、枯葉でも枯葉なりの義務があるんだと、うん、枯葉の自分自身を運んで投票所に、うん、でも実際上それ本当難しいのね。オーストラリア、イタリアもそう言ってるけど、実際の罰則はね、貸し売ると書いてるけど実行できないの。っていうのはあなたのように、あなたは時々お腹痛くなるでしょ、はい、ね、勤務した人はどんな事情で勤務したか調べなきゃいけない。 そうですね、はい、そんなこと莫大に言われてて、だから一応こう書いといて、はい、何も罰則が実行してないので。もう一つ思うのは、18歳っていう年齢ですよね、うん、先進国ですか、うん、がほぼ18歳なんで、うん、日本もそれに合わせてってことでしょう。今の18歳っていうと、まあ、下手したら高校生もいるわけですから、うん、こう20歳でもね、はい、こう昔の大人に比べていかにも幼いのに、うん、さて18歳なんかにその政治的決定できるんだろうかっていう話ですよね。とはいえ、これ最近の僕らのたかだかね、20世紀以降の、あの人間の考え方で、本当に人生50年なんて言われてた時代ですよね、うん、はい、あれはその昔の人の何の本でしたか見たら、あの古代の最古のお墓を今調べて、こう死因を調べたらですね、大体こう最古の人たちって平均寿命が25歳だったんです、うん、でもう15で大人で、はい、40でもう老人だっていうのは長いんですよ、まあそうですね、18歳でも全然実は本当は大人でなければいけない年齢だ、うん、そうね、総選挙そのものがね、一応各政党は公約は出しますよ、うん、でもね、あれ公約って結構きれい事が多いでしょ。大筋を言うとね、選挙っていうのはこう候補者の人柄ね、うん、どうもこっちの人柄よりか向こうの人柄良さそうだって、うん、そして実際の政策はね、議会で議論して多数決で決める、こう、うん、そうしたらね、人格を選ぶためには18歳でね、そんなね、こいつはなかなかの人物とか、これはどうも切れ事ばっかりで怪しいとかさ、うん、そんなこと見分けるにはね、年月が必要なの、うん、というの一方であると、同時に他方でね、逆なんだけど、現代社会では大人たちが20歳以上の30になっても40になっても70になってもね、うん、ほとんど子供同然のね、うん、何の成熟もしてない、そういうのがいるから、18歳でどこが悪いという意見も成り立つのね。僕この本の中でも書かせていただきましたけどね、うん、エリック・フォッファーっていう沖縄市の哲学者を問われた方がね、あの面白い現代という時代の気質っていう本を書いていて、その中の、まあ、ちょうど1960年代アメリカで若者 その政治運動が盛んだった頃に、うん、ハーパーズマガジンという雑誌で書いた論文なんですけどね、未成年の時代っていう本を書いていて、その骨子は何かっていうと、あの、まあ、少年性ですよね、若さっていうのはあの年齢の問題じゃないんじゃないかと、つまり精神の問題で、どの年齢層にもティーンエイジャーはいるって感じ。内部さん70代のティーンエイジャーですけれども、あの酒場で元気だって意味ではね、そう朝まで、こうオールですよ、オールそれでホッファーやっぱりなかなか面白い人で、うん、じゃあその、まあ、20世紀が未成年の時代だって彼は言ってるんですよね、うん、で20世紀っていう時代はなぜ未成年の時代かっていうと、はい、彼曰くファシズムであれ共産主義であれ、うん、あるいは人種偏見であれ、これはあの少年性、若者が持っている資質が作り上げたもんだ、うん、でそれはなぜかというと、社会があのより大きく変化するときに、そのさらされた人間が少年性、つまり少年性、うん、若者っていうのは子供から大人に至る移行期でしょ、そう、ね、変化の状態の精神が若さなのであって、時代全体が変化するときには年齢層に関係なく若者的な、良くも悪くも、うん、あの若者的な行動になりがちだ。いやそうです、差し障りある発言、はい、やるのは僕の仕事の一部とか言うんだけど、僕ねタクシーの中から時々ね外を見てバカ野郎っていう時あるの、うん、どういう場合かっていうと、いい年した老人、少年老人が若者風にリュックを背負ったりね、僕言いたいですよ、その老人、お前のそのリュックに何入ってるんだと、なんか健康保険証とね、なんか何とか入ってないんだろうと、そういう風な人間見ると、
これ英語でね2つのことがあって、その、はい、インファントっていうのはあの幼稚って意味なんですけど、はい、ただこれはあんまり使わない方がいいのはね、インファンティリ幼稚症って言うとあの生理的なね発達、そういうことさ、うん、それに対して精神的なことの場合にピュエリルって言葉があって、ね、ピュエリリズムって言うんですけど、これはね文化的に人間があの大人になっても小児病的な行動を取るというね、これホイジンガーって言ったんですけどね、ああ今の中森さん言ったのはその後者のね、ただねこうも思うんですよね、その僕なんか今日リック持ってきましたからね先生に怒られる、つまりどういうことかというと、あの人生50年っていう時代ありましたよね、うんうん、そのさっきの18歳の前20歳、今でもまあ成人は20歳じゃないですか、うん、成人式は20歳だと、はい、ただ50歳の時に人生50年と言われた時代に20歳が成人だっていうのがこう決められたんですね、うんはい、これ山根一馬さんだったかな、50センチのゴム紐を今80ですから、はい、先生の年齢80センチまでこうビロンと伸ばす、うん、そうそう、そうすると20のところの線がちょうど30ぐらい伸びるんです、うん、どういうことかというと人生50年なので20歳で大人になってしまえば、うん、もう老後が長いだけだから寿命、うん、が伸びたに従って、うんまあ、30歳成人説って言い方がありますけどね、はい、そしたら選挙権18じゃなくて30歳からでいい、うん、賛成賛成です、うん、むしろね本当に人生のモラトリアムが伸びちゃってね、うんまあ、そもそも大学生自体がモラトリアムですよ、うん、もう普通はねもう10歳の頃から例えば農民で言えばね、うん、畑を起こしたり草をむしったりね家族の仕事の手伝いしてたもんだけどね、そういう執行猶予というかあの行動を吹けっていうのはモラトリアムが長いですからね、ほら成人式でよく荒れるじゃないですか、はい、ねえ、はい、ものすごいあれもう小学生だと思えばだから暴れてるの、まあ、でもこの裏にはね多分これもあるんでしょ、はい、少年法っていうのがあってさ、はい、少年が保護されてるでしょ、うん、ところが少年犯罪がどんどん増える、あるいは凶悪になってくるわけ、はい、そしたらねやっぱり18歳のやつらにも責任を持たせると、うん、で少年法をいずれ改正して、うん、もっと厳しくすると、うん、その代わりに投票権をなんかその張り合わせになってるんでしょうね、少年法に関して言うと、うん、確かに特異な事件が、うん、わけのわからないものが起こる、はい、それからもうね2人も3人も殺した榊原じゃないですけど、うん、そういうとこがいまだにもう平気で出てきてね、うん、遺族の感情を考えたらどうか、うん、いろいろ考える側面あります、うん、ただ僕はそこは先生異論があって、うん、じゃあ少年犯罪ってもう一貫して減ってるんですよ、あそうなの、戦後ずっと減ってます、犯罪自体が減ってますし少年犯罪が減ってますよ、でずっと一貫して多いのは、うん、そのあの段階の世代、あの世代が少年だった時に少年犯罪が多くて、60代後半、ね、で今60代がもう暴走老人が多いんで、僕ねあの段階の世代60代に限ってね老人法って作ってもうちょっと罪を重くしないとねこれどれぐらい段階の方聞いてれば分かりませんけど、はい、選挙を巡っていろんな問題矛盾があって、あの一票の重みっていうでしょ、はい、それで最高裁もね一応形の上で一票の重み格差、東京だか島根県と比べたら3倍、うん、東京の方が軽いと、はい、でもね先ほど言ったようにもしも危険率が増えれば増えるほどね、うん、実は投票する人の一票の重みは増えるわけですよねそうですよ、そうでしょ、投票者数が少なくなるからね、はい、みんなが投票すればそれほど一票は枯れ葉の、枯れ葉どころか空気みたいに軽くなっちゃう、ね、逆説がありますね、投票のメカニズムの逆説、僕はないもんね、それでどうせって言ってじゃなくてそういうことをねみんな了解した上でね、まあしゃあないと、うんうん、なるべく行くようにしましょうっていうその程度の話なんだけどね、こういうこと言うと怒られるんでしょうけど、まあ、そもそもが政治っていうのがね、うん、誰が言ったか、まあ、政治っていうのはある意味で便所掃除みたいなもんだと、うんね、やりたくないけど必要なんですよ、便所掃除なかったらダメじゃないですか、だから便所掃除をする人って尊い仕事をしてるしね、大変な汚い仕事をやらなきゃいけない、うん、だから誰かがやらなきゃいけない仕事ですよ、うん、やらないでいいんだったらやりたくないみたいなところが、ね、僕は政治っていうのはあると、ポリティカルってでしょ、うん、あいつはポリティカルなやつだねって言うと、ね、やっぱり欧米でも政治的ってやっぱ悪い意味なんですよね、うん、展望実数をたくましゅする、うん、人をたぶらかす、はい、ところはねこれをとってねポリティックって言うとね、はい、あいつは賢明なやつだって意味なんですよ、これやっぱり ね、 政治ね、これポリスから来てますからね、ギリシャのポリス都市国家、はい、このギリシャのポリスに貢献できる立派なやつって意味がポリティック、
ところがそれにポリティカルになるとね、自分の地位をうまく利用してと怪しげなもんなんですよね。だからこれは政治ってのは本当一方から言えば便所掃除、他方から言えばね、国家の名誉をかけてどうのこうのと議論可能になる、なんかこの境界線上の怪しい話なんですよね。そういうことはもうあまり若い人には分かんないけど、18になったら教えなきゃいけないよね。そうですよ、これは問題じゃないですか。学校でね、つまりは高校生ですよ、18歳って、で先生が割合こう政治的な発言するのって批判がありますよ、ですよね、要はそれでいて投票はしろっていうなっちゃったら、ね、日教組問題云々あって教師が左側になってる、じゃあ受け入れしてていいのか、でもある程度政治的判断するには教師がですよ、政治の主体なるもの発言しなきゃいけない、でもそれ抜きでニュートラルであれして、じゃあ政治決定しろっていうのは僕はちょっと難しいかなと思いますけど、今や教師も含めてね、僕のこれ印象よ、もうじき墓場に行く人間の印象、ぼーっと街を見てると、それこそ老若男女みんなしてスマホ、冗談言うとね、だこれテレビですけどね、もう昔が嫌いなのはテレビね、あれは美は何略かって言ったら ビジョンでしょ、テレビジョンですね、テレってのは遠くから、でもね、ビジョンを美と訳するこの言語感覚嫌いな、美が美になっちゃったんですね。それと同じようにね、スマホ、そうだ、ほうですね、スマートは、スマートはスマートでいいかもしれないですけど、本と音でしょ、それをほと言ってるね、この言語感覚も嫌いなんだけど、それはさておいて、ね、何かみんなしてもう横断歩道までスマホでしょ多分、ね、学校の先生だってひょっとしたらもう、ね、あの授業やってる生徒が別に逆に死後しないんですよね、静かになったスマホのおかげで、でスマホでこうやり取りしてるから、授業が静かにはなりました、静かになるのか、便利さは分かるよ、携帯電話といいスマホといいね、でもそれに群がるね、なんか老若男女を見るとね、なんかあんまりね、人を軽蔑する最高とは作ったの、スマホ人というねそういう人種が登場したのであると、私の出る幕はもうないという原稿書いて覚えがあるので、そういうね、スマホ人の社会だ、もっと言うとその情報なるものね、スマホに入ってるいろんな山が入ってるんですよ、でも情報なんてのはもう最初からパターン化されてあれでね、それを次々ボタンを押してふーって言って次々と忘れていくんですよ、そういう人たちの選挙って一体何じゃいねっていうね、もう今の子たちってもうスマホがなくなったりとかしても泣きそうになっちゃうんですね、本当にちょっとでも忘れたり何とかすると僕ね、若い人たちね、ぜひよく断食って言い方があります、だから断スマホっていうか、つまりネット断ちっていうのをこう1週間やるとか、断食っていうのはものを美味しく食べるためにやることがある、だから1週間スマホ断ちをね、だ年に1回でも2回もやれば情報との付き合い方ってより良くなると、それねものすごく大事なことなの、それを理屈っぽく言うとね、例えばスマホでも何でも情報をこうボタンを押してね、10種類の情報をパッパッパッと得たとするでしょ、何が一番大事だったかなとかね、何が一番つまんなかったかなということをやるためにはね、一旦断食をしてね、自分でやっぱ考えなきゃいけないんですよ、ところはそういうね、自分なりの努力しないとこう詰まった情報を思い出せないんですよ、出すためにはそういう断食して考えるという、僕若者にはね、そういうスマホとか、あと情報過多とかね、便利さに対してね、抵抗してもらいたいですね、そうですね、若さでそれ当たり前だと思わないでもらいたい、便利さっておっしゃったけど、便利さに頼るなと、コンビニエンスストアのコンビニエンスっていうのは便利って意味でしょ、コンビニエンスの言葉のもともとの意味ご存じないでしょ、コンビニっていうのはね、みんなが集まるっていう意味なの、だから便利さに向かってみんなが集まるわ、コンビナートとかもそうですか、そうそう、それと同じなんだ、それでね、言いたいのはさ、あれバカなやつほど高く登るっていうじゃんね、乱暴に言うとナホなやつほど便利さに群がるというね、そんな 100% そうだとは言わないけど、僕らは結構便利な向こうに傾いてるから竹中朗さんっていうね、コライターが弱いから群れるんじゃないんだって、群れるから弱いんだって言ってましたけど本当それだよね、それはあらゆること言いますよね、修具って言葉ありますけども、
それを言いたい。コンビニね、村がある、はい、コンビニエンスにストアまでやると商売の邪魔になるからこう便利なスマホをその他に村があるっていうのはね、どっか弱さがあると。投票なさる以上ね、はい、この本を読んで皆さん寂しいだろうが自分の力があるんだってことを確認して、あまり群がらないで投票所に僕の真似はしないで危険はしないで行ってくださいというのと終わっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。